東芝 EMI 本社ビルは東京都港区にかつて存在した事務所と録音スタジオの複合ビルである。東芝 EMI の創立25周年記念事業として近隣のビルに分散していた事務所の集約と高度化するアーティストのニーズに対応したスタジオを設ける目的で建設された。この頃にルビーの指輪がヒットしたことからテラオビルの愛称で親しまれ、 一階部分も後に改修したと同時に、宇多田ロビーと命名された。裏側にある別館についても、ユーミンビルと呼ばれていた。階段や設備類を両端に配したダブルコアと、その間に19メートルの幅がある、鉄骨鉄筋コンクリート構造の大張りを持つ、スーパーラーメン構造としたことで、一階のロビー及び、事務室のある、基準階は柱のない空間が広がり、 また事務室のフロアでは高さ1.7メートルの横連窓が可能になった。窓の両端は火災時の肺炎対策及び非常時の侵入口を確保するため幅3メートルに及ぶ引き戸となっている。しかし当時の日本メーカーにはそれに対応できる部品を持つメーカーがなくドイツ修行制が用いられた。目の前のため池通り地下を東京地下鉄銀座線が走行し、 その振動問題などからスタジオを最上階に収めたことに加え、打ち放しのコンクリートにグレーメタリックの吹き付けタイル仕上げとしたことから、外観は安定かつ重量感があるものとなった。なお、当初は外壁及び1階ロビーの仕上げ材に着色コンクリートが用いられる予定であったが、初般の事情で見送られたという。2006年7月、東芝 EMI は、当ビルから、 赤坂サカス内の赤坂ビズタワーへ本社を移転することを発表、東芝の資本撤退による EMI ミュージックジャパンへの社名変更を経て2008年2月から業務を開始した。2013年にはユニバーサルミュージックグループが EMI を買収したことに伴い、ユニバーサルミュージック合同会社と合併したため、同社の赤坂オフィスとなり、2018年9月に 渋谷区神宮前へ再度移転するまで利用している。スタジオ機能については、品川区で関連会社が運営するスタジオテラに移転したが、2010年6月30日付で営業を終了した。移転後の建物は解体され、鹿島建設などにより新しいオフィスビルを建設。2010年にこのビルを日本生命保険が取得して、日清ため池産農ビルとなった。 7階のスタジオは、ストリングスのような大規模編成に対応できる広さと4.5メートルの天井高持ち、無垢の床材やレンガの壁面などで、響きの良い環境にこだわった。ミキシングコンソールは、ニーブ社製8078カスタムを採用。スタジオの閉鎖まで長らく使用され、これは日本で原型のまま稼働していた最後の一台であった。ここから、 数多くの楽曲がレコーディングされて世に送り出されたが、アーティストやスタッフの中にはこのスタジオを指名する声も多かったという。たた数。ありがとうございます。